はい、ね、食レポのなんか動画を作ってくれみたいなリクエストがあったんで、ちょっと今回はあのステーキガストの、食べ放題っていうのを月1位ぐらいでやってて、それは、自分も最近知ったんですけども、それちょっと行きたくなったんで、ちょっと行ってきました。もう最近はね、あの、食べ放題、あの、スタミナサロとかも、やっぱ体に良くないから、ちょっと最近やめてたんですけどね、久しぶりにちょっと食欲解放してみましたね。はい。で、こんな感じで、値段がね、ちょっと3品のものと5品のものがあって、5品の方は、ミスジステーキっていうのとサーロインステーキで、で、ちょっと約2000円高いんですけどもね。他の人の、ちょっと行く前に動画を見てみたら、大食い系の人の、まあ、あれ、シノケンとかは、まあ、値段で出してたから、除外して、でね、この中で女子の大食いが、エビ原迷いっていうのと、三年食太郎。これが多分大食い系だと思うんだけど、まあ、ただテレビに出ることもフードファイターレベルではないとは思うんだけども、どっちかというと大食いの人ででもこの10皿前後。ただ、この人たちは、まあ、これ以外にご飯とかも結構食ってたんで、で自分の場合はまあ、今回、ね、小皿にカレーだけ入れて、で、それ、もう炭水化物はそれだけで、あとはもうステーキに専念して、でね、まあ自分のポリシーとしてはもう最初に注文しちゃうと。まあ、映えとか気にするんだったら、まあ、一回一回注文した方がいいんだけど、まあ、それだと、まあ、キッチンの人が大変だってことで、まあ、一気にもう注文しちゃって、その方がちょっと作りやすいと思うので、で、最初に10人前、で、まあ、カウントの方法としては、まあ、3品の方で、今回やったんだけども、ハンバーグ、まあ、チキンステーキ、で、まあ、カットステーキ、牛ですね。ボリュームとしては同じぐらいなんで、まあ、皿数で数えて、最初に出てくるのが一皿出てきて、そっからあとは自由に、まあ、いっぺんに注文してもいいし、最初は一皿来て、で、その後、まあ、プラス9。まあ、5皿が牛で、2つチキン、2つハンバーグって感じで、まあ、注文して、まあ、これ絵としては、面白くないんだけども、本当はね、これカメラ、本当真正面から撮ったやつ、携帯の方で、スマホの方で撮ってたんだけども、それの方がね、それがね、ちょっとね、逆から撮っちゃってて、真っ暗な映像になっちゃってて、ちょっとこれ遠目の、で、しかもその、まあ、ドラレコの、いつものドラレコのカメラと同じで、ちょっと画質が荒い映像なんですけども。でね、まあ、それとは関係ない話でね、動画の方もね、あれ、ホルモン屋さん、コロナのホルモン屋さんのやつ、あれが、もう、消されちゃったんで、それで1週間ちょっと投稿できなかったんですよ。なので、ちょっと今回ちょっとまとめて投稿するんですけども、あれがね、しかもコロナの、なんかその間違った情報を、なんか、ルフしてるみたいな感じで、で、今更ながら削除されちゃったんですね。で、しかも結局、あそこのホルモン屋さんはね、マスクの、ルール変えたんですよね、方針を。もうやってないらしいんですよ。その入る前に、マスクつけてなかった場合に、出入り禁止みたいな感じの。で、しかも再申請をしたんですね。ちょっと納得いかないってことで。それも却下されちゃいましたね。その辺がね、ちょっとよくわかんないんだけど。まあ、そのうちなんか別のサイトで、貼りますね。あれは名作だったんだけどな、と思って。まあ、いいか。まあ、そんな感じで、ステーキガスト10皿食べました。まあ、これ本当はね、もっと、無理やり入れようと思えばできるから。これもね、今回はね、別に腹すかしていったわけじゃなく、まあ、いつもの感じで、時間帯的にはね、ちょうど空いてる時を狙っていったから、ちょっとこれ、もうちょっと腹すかしていこうと思っちゃうと、夜になっちゃうから、さすがに混んでる時には行きたくないので、普通の腹すかし具合の時に行って、で、しかもその無理に気持ち悪くなる吐く寸前ぐらいまで、やっぱり腹いっぱいになっても誰も得しないし、店だってこれどう考えても赤字というか、これ以外にも普段も行くようになってくれないと、結局そのお店も得になんないし、誰も得しないから、美味しく食べれるまでの量あるじゃないですか。で、そこ過ぎてから、まあ気持ち、もう吐く寸前っていうぐらいの、もうこれ以上入らないっていうぐらいまでって結構意外とね、間があるんですよ。そっから 1.5 倍ぐらいまでは意外と入るもんなんですよ。無理やりやろうと思うと。経験上ね。うん、まあ、いっぺんに注文して、さらっとまじっさら食って、まあ、食べ終わり、まあまあ、普通のただの、まあ、デブぐらいでも、まあ、このくらいは食えるので、まあ、ステーキガスト、なんか月1ぐらいで、肉の日週29日。2月の場合は、9日らしいんですよね。来月の場合は。
にあの29日がないのかな、うん、なので普段は29日前後で3月とか4月はね、うん、その辺でなんか食べ放題やってるらしいので、ステーキが、まあ、少ないんだけどね、ステーキが都内で4店舗ぐらいかな。これねおすすめですね。まあ、次は俺はもうあの五品の方をちょっと食べたいと思いますと。あ、ライスとかあのパンとか、パンはあったかな、ドリンクバーとサラダはあのもうセルフで、それも食べ放題なんで、うん、まあおすすめです。はい。